今回はですね、まあ、24kW から62kW モデルの E プラスに乗り換えようと思った理由です。リーフからリーフへ乗り継ごうと思った、そう考えるに至った理由についてちょっと詳しく話したいと思います。他の動画でもちょこちょこ言ってるんですけど、なんかこうテーマを絞って話そうっていうのがよく考えてみたらあんまりなかったですね。まずですね、まあリーフ電気自動車すごい気に入ったんですよ。乗り心地がもう全然別次元、すごいスムーズでトルクがあって、もうエンジン車でこれをやろうとするともう少なくとも6気筒エンジンの高級車じゃないと太刀打ちができないんですよね。まあ言うほど高級車乗ってないですけど、まあ友達とか知り合いが乗ってるのに乗せてもらうと分かるんですよ。あ、これってリーフいい線いってんなっていうのが分かるんですね。で、あとはですね、動くテントとして買ったんですよ、僕は。EV を。もともとバイクで、ハーレーも持ってるんですけど、まあハーレーの動画は多分もうというか絶対に登場しないでしょうね。なぜかというと、もうリーフが快適すぎて、ハーレーは車検を取らずにナンバーも返して倉庫で寝てるからです。しかも東京ではなくて実家の倉庫にありますんで、まずもうこれはどうでしょうね、もうヴィンテージと化して価値が出るぐらいまで動かさないんじゃないでしょうか。でですよ、でまあその 24kW から 62kW に変えた理由なんですけど、まずこの EV そのものの乗り心地っていうのが気に入らなければ、バッテリーの容量が上がっただけのモデルっていうのを買い替えないと思うんですよ。なんでまずその EV の良さっていうのについて語りたいと思いますっていうか語ってましたね。なんか途中でハーレーの話とかしたからもうあれなんですね。そうだ、思い出した、動くテントだ。動くテントとして買ったっていうのは、これはなぜかというとですね、まあなぜかというとですね、というか、まあ車中泊というか、僕の車中泊は助手席のケツのところにニトリの人をダメにするソファーを置いてリクライニングしてそのまま寝るっていう簡単なスタイルなんで、まあそんな工夫というのはもうほとんどないんですけど、車中泊してる時にエアコン使いたい放題なんですよ。でこれって地味に良くて、なんでかっていうとですね、まあ道の駅に限らず海とか山とか川とかそこら辺で車中泊してる場合にエンジンかけてるとかなりの確率でおまわりさん来るんですよ。あとですね、なんとなくそこの地域の人に申し訳ないようなことをしてるような気がする。まあ排ガスですからね。まあでも排ガスについてはですね、なんていうんですかね、まあ、ちょっと神経質になりすぎなところもあるような気がしますけど、まあこの環境破壊が叫ばれる昨今、あまりうかつなことを言うとですね叩かれてしまうので何も言えないんですけど、まあまあそれは排ガスの問題は置いておいても、リーフの場合はそのままエンジンというかエアコンかけてもですね排ガス出ないじゃないですか。まあそれは細かいこと言えば、じゃあその日産の充電器で作ってる電気は何で作ってんだ、いや火力だ水力だ原子力だみたいな、環境破壊じゃないかみたいな話になりますけど、いやまあそれは議論はちょっと違いますからね、ちょっと置いておいて、まあそんな感じですよ。どこでも自由に寝れて、で移動ができて、で朝一番から遊べる、でこれですよ。で乗り心地がいいでしょ。であと維持費がめっちゃ全然かかんないんですよ。壊れるところがまずないっていうところだったんですよね。リーフに乗る前の話で申し訳ないんですけど、実家で乗ってたホンダのモビリオって車をもらったんですよ。でそれがすげえ走ってまして、12万キロぐらい走ってたんですよ。でまあただだし、まあ車中泊もしやすいし、中も広いですしね。で荷物もいっぱい乗るし、僕個人的にすごいそのモビリオが好きで、あいいなと思ってずっと乗ってたんですよ。燃費も割合悪くなくて、リッター14から16ぐらいは走ってました。ただまあ安全性能が低いっていうのと、あと壊れ始めるんですよね、12万キロ超えると。でホンダのモビリオの持病としてトランスミッションだ、ミッションが滑るというかガタガタ言うっていうのが寿命なんですよ。でホンダのディーラーの工場長さんと仲が良くて、
で、いろいろやってもらったんですけど、もうこれ持病でダメだと。で、全部バラしてすり合わせっていうんですか。で、それもやってもらったんですけど、もうこれはもうしょうがないと。で、どうしてもやるなら中古のトランスミッション、程度がいいやつを取り寄せてあげるから、それで乗せ替えるっていうのもありだよっていうふうに言ってくれたんですね。言ってくれたんですけど、まあでもまあ12万キロ走ったしいいかなと思って、次の車だと思ってリーフですよ、リーフにしたんです。で、何を言ってたんだ、そう、壊れないって話ですよ。で、モビリは12万キロを超えていろんなところにガタが来ていたんですね。で、同じく日産のリーフ24キロワットなんですけど、11万キロぐらいまで乗ったやつで、あれはですね、もうどっこも壊れなかったです。もう全然壊れなかった。足回りから異音もすることもなければ、タイヤもめっちゃ持ちますし、あとですね、エンジンルーム、まあエンジンルームがないですよね、まあモーターしか入ってないんで。で、そこら辺エンジンルームのゴム類っていうのが経年劣化でダメになったりするんですよ、硬くなっちゃって。で、硬くなるから圧に耐えきれなくて、例えば冷却水みたいなのが漏れちゃうとか、ファンがひび割れてやばくなっちゃうとか。リーフは全然そういうのなかったんですね、24キロモデルを11万キロ乗って。あ、じゃあこれはもう EV ってメンテナンスコストもかかんないし、充電も旅放題もあるし、まあ僕買う前にというか、その日産が発表するかなり前に、ネットに出るかなり前から知ってたんですよ、旅放題が終わるっていうことは。で、まあ納得づくで5年で元が取れるだろうなというふうに踏んで買ったわけです。で、何を喋ってたんですか僕は。そう、24キロワットモデルから62キロワットモデルに乗り換えた理由ですよ。言ったかな。あ、言ってない、まだ言ってないことがある。大幅に良くなった安全性能です。オートクルーズコントロールと、まあプロパイロットですね、日産の場合追従型のプロパイロットがあって、でかつ前車が止まったらこっちも止まって、その停止を保持してくれるっていう機能が欲しかったんですよ。当時比較してた車がいろいろあるんですけど、例えばテスラのモデル S で、プリウスのプラグインハイブリッドで、あとは同じくリーフですよね、リーフの40キロワットモデルもちょっと検討してました。で、あとはホンダのシャトルとスバルのインプレッサと XV で、ノートの E パワーなんかもいいかななんて思ってはいたんです。その中でですね、停止の保持をしてくれるモデルっていうのはテスラ、プリウスしてくれたかな。で、当時のシャトルはしなかったんですよ、停止保持まではしなかったんです。で、まあインプレッサと XV はするんですけど、ノートの E パワーもそこの当時ではですね、停止の保持まではしなかったと記憶してます。まあそんな感じで先進性があったでしょ。で、あとですね、まあ62kWモデル、40kW モデルに比べてバッテリーが 1.5 倍になってるのに値段が 1.5 倍じゃないっていうところがもう気に入りました。もう割安感が半端じゃなかった。あとはバッテリーが 62kW モデルあるとですね、 40kW モデルと比べて 1.5 倍じゃないですか。で、幸福度が、幸せ度が 1.5 倍かって言ったら僕の中では3倍ぐらいなんですよ。それはなぜかというとですね、バッテリーがなくなった時に急速充電器を探して行って、そこに先客がいた場合に飛ばせるっていうのがもう 2,3 個飛ばせるんですよね。相当飛ばせるんです。で、おかわり充電というか、まあ満タン近くしておけば400キロぐらいはガチンコで走りますんで、なんでその行きたいところ、目的地に充電器がなくても行って帰ってこれるその安心感、これはもう半端じゃないなっていう。まあ40キロワットモデルは試乗1回2回ぐらいしかしてないんで何ともあれなんですけど、24キロワットモデルに比べるともうこれ雲泥の差ですね。もう全くストレスがないです。行くところ、まああとは何日間ぐらいで行くかとか、どこに泊まるか、まあどこに泊まるって、まあ大体車中泊なんですけど、山とか川とか海とかですと近くに急速充電器がないっていうシチュエーションもどうしてもあるんですよね。で、しばらくそこにいるためには、例えば24キロワットモデルですと一泊したらもう必ず充電のために、充電しに戻らなきゃいけないっていうのが出てくるんですよ。ただ62キロワットモデルだと少なくともその3倍か4倍ぐらいは現地に留まることができるんですね。まあそんな感じですよ。
あとはですね、あると思うんですけど、また例によって忘れちゃうんですよね、僕。なんで今日のところはこんな感じです。ありがとうございます。めっちゃ渋滞してるんですけど、プロパイロットがあれば超楽ちんです。ただこれでトイレに行きたくなるともう地獄ですけどね。